皆さんこんにちは、着物エスケの健太郎と押本聖子です。今日はですね、あるご家族からいただいた、ドネーションしていただいた着物をですね、ちょっとアンボックスしたいと思います。簡単に経緯をご説明すると、ある男性から E メールいただきまして、アメリカに住んでる、アメリカ生まれのアメリカ人の方なんですけど、1年ぐらい前にお母様が亡くなって、でそのお母様が毎日着物をアメリカで着ていらっしゃる日本人の方 で亡くなった後にお友達に大切なしてたお着物はあげたんですけど、まだ結構残ってるので、それをもし今後使っていただけるんだったらぜひドネーションしたいということで先日持ってきていただいたんですけど、結構量があったので、ちょっと今回ビデオでご紹介したいなと思って今撮ってます。今ちょっと先生持ってきますんで、はい、お願いします、はい、楽しみです。はいはい、少々お待ちを。今日初めて私も見ます。ずっと隠されてました。楽しみです。まあここから見えるんですけど、すごいですわ。前鏡に映りました。はい、どうなんですか、この外観だけ。何も開けてません。これ大丈夫、転ばない？大丈夫。わお、なんかいろいろ入ってますけど、私たちはロサンゼルスに住んでまして、まあ着物をやっておりますが、何か欲しいって言った時にすぐ買いに行けないっていう、欠点がありまして、寂しいなって思う時があるんですね。で、このように例えば映画とかそういう時にちょっと使った着物とか、あと日本でいうと古着なんですけどとか、いろんなのがあったりするとすごく助かる時があるんですね。ですので、この方がドネーションしていただいたので、何かに役に立てたらいいかなっていうのと、着てた人の気持ちもすごく大事にしたいし、また持って見えたメールした方の気持ちも大事にしたいなと思って、すごく楽しみにしてます。映画とかそう、映画とかで使えるからね。いろんな着物が使える。まだあるの？これで。あ、すごいね。で、どれから開けたらよろしいんでしょうか？これから開けたいですか？私の後ろから行きますか？あそこに置いてもらって、その方がいいんじゃないです？よいしょ。うわ、すごい。皆さんに見えないかまだ。もうこんな感じに。今届いたんですが、うわすごいですね。これは一重の着物ですね。一重の着物で、コモンですね。楽しみです。また生徒さんにもね使えるので、お稽古着としてこういう感じに。一重っていうと裏地がないっていうことですね。すごい楽しみです。ちょっと穴開いてるところもあるけど愛嬌でこれはほら、つむぎね。もう皆さん、この光分かりますか？これこういう買ってんの、つむぎの糸のやっぱりいいところが出てますよね。すごいおしゃれなのはここがブルーなんですよ。すごいですよね。いや嬉しい、私も着たい。着れたらいいんですけど、映画とかにね使えるといいですね。長さはどうなんですか？そうですね、ちょっと短い感じしますね。わお、なんとなんと、皆さん見えますか？打ちかけ出てました。打ちかけ、すごいですね。この方、一般の肩で打ち掛けを持ってるっていうのはちょっとびっくりですね。花嫁衣装ですね。わあ、これ柄、恐れの柄ですよ。すごいですね。
この方がもしかして結婚されたのかしら、お召しになったかもしれないね。ほら見て、ここからこれ背中なんですよね。すごいね。これ何の鳥なんでしょう。まあ素晴らしい。これ全部刺繍なんですよ皆さん。これ全部素晴らしい。まあ、背中の方が一番綺麗ですよね。あとひっくり返しますと、まあこういう感じかな。めちゃめちゃ状態良くないですか。うん、状態いいですね。シミもついてるし。うん。大事にされてたんですね。ね、多分そうだと思う。こういう感じですね、皆さん。その持ってきた方は、うん、その、これをお持ちだったお母様の息子さんで、うん、その毎日来てたのをずっと見てたから、うん、その思い出もあるんで、絶対捨てたくないと。できることなら誰かに使ってほしい、来てほしい。嬉しいですね、そうやって。そうですね。皆さんが思ってくださる。どうしていいかわからない。あとこれ、クルトメソレですね。まあ、皆さん結婚式の時にご親族の方が着る着物ですね。ね、うわ波の、あすごいね、古典柄ですね。これ全部刺繍です。すごい。これは黒紋付きですので、こうやって5つの紋が必ずありますね。黒紋付きはここに、これがお袖の後ろに、こういうふうに後ろに3つ、お背中ですね、両袖でひっくり返すと胸に1個ずつ2個で、トータル5個ですね。第一礼装ですね、あの既婚者の。すごい、素晴らしい、素晴らしい。はい、すいません。じゃじゃん、ね、なんだろうこれ、なんだろうこれ、なんだった、日本語で。ジンベエじゃなくて。ジンベエみたいな感じ。ムンペイじゃなくて。いやいや、あ、これ、これ羽織ですね。ほら、まあ、だいぶ着こなされてはいるね。普段着たやつだと思う。うん、そうだね。うん、着こなしてはいます。これ、こうやって映画にいいですよね、時代劇。そう、こう古いんですけど、古いっていうかダメージがあって、まあ着こなしてるので、普通だったら、まあ私たちはトラッシュがトレジャーになるんですよ。いわばもう人がいらないものが宝になるっていう、特に映画とかね、そういったもんで、地雷構成で、あと汚れてなくても汚すとかね、そういう感じで使いますね。ね、すごい打ち掛けが来ました。一般の人で打ち掛けこんなに持ってるってびっくりね。まあ、これが全体柄の、まあ、鶴がメインになってて、背中を見ますね。背中に柄がガッとあるのでね、うん、すごいね。いや嬉しいね、すごく、ね、あ、これ二部式、まあ、二部式って皆さんあの分かるかどうかちょっと分かんないんですけど、こういう風に上と下に着物の反物で、こう腰の方に巻く、まあ、下の方に巻く、帯は締めないんですけど、これでちゃんと巻いて、これを上に着る、着物みたいに雰囲気が着物の雰囲気で、半分まあドレスみたいなモダンですね。でもここはちゃんとお振りがある。ほらこうやって可愛らしいね。多分反物で作ったんでしょうねこれね。すごい。これもそうですね、二部式がどんどん出てきました。これも二部式、はい、これ全部二部式、二部式のボックスです。ここはこれも、うわすごいね。いや二部式がいっぱい出てくるんですけど、これがこれで、これがまたもしかしたらなんか踊りしてたかもしれない。下がないかなと思って見てたら、これがセットですね。こういう感じに、すごいね。でこれがここに置いて、これ
皆さんちょっと分かるかどうか分かんないんですけど、冬物ニットみたいもので作られてる生地です。この下がありますね。はい、二分式すごいね。あとこれ夏物の生地でできてます。要は夏物の着物の短物でできてます。これも上下ですね。こういう感じ。はい、これ帯セットみたい。わー、見てすごい色鮮やか。現代の帯とちょっとやっぱり違いますね。どちらかというと前の何十年も前の帯の作り方ですよね。取り方、刺繍もすごいね。あと幅もちょっと今のよりは狭いかもしれない。でもこれも袋帯で色が綺麗ですね。ボタンのね、色がすごい、刺繍が綺麗なんですよ。これもまた袋帯ですね。これは全通ですね。これでも短い、短くない、中に入ってちゃんと入ってますね。畳み方がちょっと違うだけで、これまたさっきの帯のものですね。多分長かったからこれあれしてんのかな。あ、これでも生地違うわ。これは全部こういう風に作ったんだ。ホームデコとして、棚の上とかね、コーヒーテーブルに置く、これこうやって使えるように。皆さんも使わない、もし帯ヴィンテージとか中古で買って生地がいいなと思うの、こういう風に作って棚の上に置いたり、ね、ケースの上に置いたりするとすごく綺麗ですよ。あとちょっと贅沢なダンチョンマットになるけど、こうやって何ですか、お客さんがお見えになった時にディナーを、ね、食べる時とかにいいかもしれない。あとここにも、うわーすごいね、これも帯ですね。これも袋帯ですね。これも締めやすそう。すごい柔らかいの分かります。生徒さんがお稽古に使うのいいかも。うわ、バッグまで入ってるわ。見て、某有名ブランド、皆さん掘り出しも来ました。掘り出し物が来たんですけど、本物かしらって本物かしら、これシャネル、すごい。それ本物ですか。ちょっと分かんないね。見た感じ違うような気もするけど、本物と思います。私は、はい、思うようにします。あ、この人あれだ、沖縄の方だったか。ほら、踊りしてたんですよ。これ四つ岳って言って、今ちょっとこれ壊れてるんですけど、こうやって持って、私はやったことない、もうくっついてないので音出ないんですけど、こうやってパラパラパラこうやると音が出るっていうものですね。沖縄の、沖縄の、沖縄の人、ここはね、沖縄の方じゃなくても琉球舞踊を習う方はいっぱいいるので、ほら、これ衣装として使ってたかもしれないですね。こう頭に巻くようなのとか。どうしても沖縄ですかね。ほんとね。あと、こういうレイソーのバッグですね。クラッチになってる。基本的にこれは訪問、純レイソーから、レイソーの時に使うものですね。綺麗にね、包装してるし。ツバメの、柄なんですよね。かすり、かすりで、柄がね、沖縄ですね。うちなんちゅでしたね、お母さん沖縄の人だと思う、多分。でもそれは分かんないよね、聞いてない。多分この着物をこう何枚もこう開けてるうちに、一重を着てるので
うん、どちらかというと沖縄の人一人着る人多いんですよ。あ、そうですか。あったかいからやっぱり、うん、これもね、これちょっとウールになってる。面白いねデザインがね、これね、柄付けがすごく変わってて面白いんですよ。うん、うん、あ、これ夏の着物、どの着物ですね。透けて見えるように、皆さん分かりますか、これ透けてるんです。私の手が見えると思うけどね、すごい綺麗。あの透けて見えるって言ってもこれ上前なので、まあ下前がこうくるとこういう感じになるかな、うん、足が見えるわけじゃないけどね、うん、すごい素敵。すいません、また後で畳み直します。すごいね、うわ、また豪華な帯が、あ、帯が出てきた。これ丸帯で作ってますね、すごいな。これあの、あ、これ作ってない、名古屋帯、丸帯って言うんです。これ全部裏も表も柄がある、すごい古典で、もう古典柄で、いわばあれですよね、あの昔の帯でも柄付け色刺繍がすごく素敵ですね。ね、いいんじゃないこれ。今畳み直しましたけど、こういう感じ基本になりますね。これが最後ですね。ちょっとボックスが軽くなってきました。はい、すいません、これお願いします。こっちが山になってきた。山になってきた、本当だよね。で、これが小紋ですね、また。うーん、これも小紋で、うん、まあ、こういう感じよね、うん、一人ですね、これも裏地がないですね、合わせに縫われてないですね、うん、でもいろんな柄が面白い。あ、またこれも面白いじゃない、こういうのもね、ほら、なんかに使ったんだろうね、踊りかなんかに、もしかしたら。これがまた半幅ですね、これ、これ全部半幅です、こういう感じ。この半幅というとすごいね、十二人よりのカルタレ物語が全部ありますね、うん、ね、あの、まあ、今ここ分解しません、分解というか、まあ、外しませんけど、あの浴衣とか、あとあの、まあ、小紋の上にもさらっと着ることがいっぱいできますね。私たちも現代は、まあ、これ前のなので帯幅がちょっと狭いけど20センチぐらい、もうちょっとこのぐらいある幅でおしゃれ半幅とかね、あの小紋とか紬とかそういったものの上に着る帯、まあ、これも素材としてはあの結構ねいいので格はありますよね。これ素材いいんですよ、うん、シルクですね、うん、まあ、これもやっぱりかわいい見て、これ半分入ってない入れ方にコツがあるんですこれで、こうピシッと入れるとシワにならない。え、なんか同じ足じゃない、見てっていうことはさっきのものと混ざってるかも。まあこれがね、まあ、なんか面白いところじゃない、うん、あと最後がこれですね、ここ半幅ですね、ぬりぬり入れて、これもやっぱ踊りなさってたと思う、踊り用の帯ですね、半幅。これスキューズも、ほこりがね、ほこりがやっぱり出てくるからくしゃみが出ます
これ伊達ですね。ここに芯があってここがない。まあ踊りのお稽古の時に帯しないでこれで前回して後ろから回ってこれで縛ってたから、ここ硬いので縛れない。これ柔らかいんですよ、素材が違う。ここがね、うん、まあ、簡単に踊りの時に着物を着てお稽古してたと思います。すごいね。いや、感謝、めちゃめちゃ変わりました。10箱、10ケース、しかも箱じゃなくてタッパーボックスに入ってきたんですよ、はい、ね、すごいですね。すごいです、うん、本当にすごい。お母様に感謝です。お母様に本当感謝ですね。いやー、びっくり。なんか片付けても片付けても出てきて、今10箱どんどん出してボックスから、今皆さんが見えないところで溢れてますまあでも畳みながら楽しみですけどね、うん、感謝ですね。これを綺麗にクリーニングして、そうですね、映画とか、はい、舞台とかに、はい、使わせていただこうと思います、はい、あのなんていうんですか、うちもデンタルをやってるんですけど、あの、まあ、証券で箔がついてたり、箔っていうのは金箔とか金銀とか入ってるとか刺繍がすごい込みっていうのは、あのこちらでクリーニングは絶対出しません。出すと大変なことが起こります。どうしてかっていうと着物慣れてませんので。でも今回のはあの皆さんご覧になってお分かりの通りなので、クリーニングに出して、そうですね、きれいにして、まあ、またボックスに整えて、うん、きれいに畳んでですね、でまたそういう映画とか、まあ、何かしら舞台とかあった時にあのお顔が出てくるかもしれないですね着物が、うん、そうですね。使った映画とか作品を、うん、その息子さんに、ね、送って、そうですね、喜んでもらいたいですね。そうですね、こういうとこでお母さんのお着物活躍してますよっていうのはね、うんうんうん、あの物ってやっぱり生きてますからね、着物だけじゃなく何でも。なのであのすごく私たちは大事にします。新しくても古くてもあの感謝しかないですね、基本的に。今回は特にそうですね、うん、大事に使わせていただきたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。今日もご視聴いただきありがとうございます。また次のビデオでお会いしましょう。バイバイ。